ホセマリアデルニド、ホセマリアデルニド・ベナベンテは、スペインセビージャ出身の弁護士。プロサッカーリーグリーガエスパニョーラ・プリメイラ・ディビシオンの、セビージャ FC 元会長。スペインサッカー連盟執行部員、スペインプロサッカーリーグ機構法律顧問も務める。帽子がトレードマークで、セビージャの選手たちは、スペイン国王杯に優勝した際、帽子をかぶって優勝を祝った。2002年、 セビージャ FC の会長に就任。モンチ SD、ホアキンカッパロス監督の下で、株組織の充実、選手育成に尽力した。カッパロス監督の下で、ホセアントニオ・レジェス、セルヒオ・ラモスらが才能を開花させ、彼らを高額な積金で売却して、クラブの運営資金に充てるサイクルが確立した。この他にも、セビージャは、ヘッスナバス、ディエゴ・カペル、 ディエゴ・ペロッティラ有能な選手を多数輩出している。セビージャのライバルレアル・ベティスが躍進する中で、セビージャも着々と地位を固めていった。カパロスの公認ファンで、ラモス監督の下では、UEFA カップ連覇、コパデルレー優勝、UEFA スーパーカップ優勝など国内外でタイトルを獲得するようになった。2007年8月末、セビージャのアントニオ・プエルタ選手が、 特発性拡張型心筋症で休止する悲劇が起こり、デルニドは以前から反目し合っていたベティス会長マヌエル・ルイス・デロ・ペーラとプエルタの遺体の埋葬前に互いの肩を抱き寄せ人間味あふれる人物ぶりも見せた。2010年4月練習場に完成したプエルタの銅像上幕式にも参加し次のように述べた。セビージャのユニフォームを着て 懸命に汗を流してくれた私たちのプエルタは、セビージャの練習場に再び姿を現した。私たちは、ここに集まったすべての者のが、彼の姿を目に焼き付け、いつだって思い出せるようにしたんだ2011年12月、自身が顧問弁護士を務めていたマルベイリャ氏のリゾート開発に、際して汚職及び横領の罪で、有罪判決を受けた。 最高裁判所まで争った末の2013年12月5日、懲役7年、5年半の弁護士資格停止処分、賠償金278万6千ユーロの実刑判決が確定した。これを受けて12月9日、デルニドはサンチェスピス不安にて会長辞任を発表した。会見中は声を詰まらせる場面もあり、最後に、ビバセビージャ、と叫ぶと、その場に合わせた。 少なからぬ関係者や記者が昭和した。ゴールドットコムセビージャが、コッパデル冷静派、スポーツナビコラムプエルタの死がもたらした継承ゴールドットコムセビージャ練習場にプエルタの銅像が完成。有罪判決の名物会長が見せた涙と愛。ビバ、セビージャ。ありがとうございます。